はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、今回が始まりました声優活動応援バラエティー公演タップ、はい、今回で第134回目の放送となります。ありがとうございます。お願いします。はい、こちらの番組はですね、ナンバー20番ビルート、はい、そしてナンバー1番ブタくんの声こと浅川雅宏でお送りいたします。はい、お願いします。はいはい、また1週間2週間ぶりか2週間ぶりですね。どうもどうも、お元気ですか皆さん。元気です。昨日皆さんね、まあ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 、浅川さんも元気かどうか気になるんで大丈夫ですけど、昨日大丈夫でした天気。え、なんかあったっけ。え、すっ、なんか途中夕方ぐらいに土砂降りらしいね。いやいや、めちゃくちゃ雷鳴ってました。え、嘘、びっくりして。全然知らない。嘘だ。いや、そんなあのゴロゴロゴロザーとかじゃないですかね。ゴロゴロビシャーザーヒーみたいな感じでした。なんかツイッターで流れてるのは知ってたけど、あれ、え、マジで結構すごかったですよ。なんかすごい稲妻がそのブワーって走ってる映像見たけど、いやいやいや、本当にすごくて、なんかそこら辺でなんか、まあ、寝てたっていうのもあるんだけど、いや、あの空間で寝れるのもすごいですよ。なかなかの音ですよ本当に。だって僕寝たら本当になんか死ぬまで気づかないと思うから死んだらもう気づかないですって。親に心配されたことがあの阪神大震災の時、はい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 、はい、みんながね、すごいよ、いや、地震すごかったね、うんうんうん、その時にえっていう全く話題に乗れなかったっていう、体を大事にしてください。本当に気をつけなきゃいけない。そう、そうですね。結構すごかった。でもまあ場所にもよるんでしょうけど、私がいたところはちょうど、まあ、夕方ぐらいになんかちょっと遠くで雷鳴ってんな、ザーッと見たした。あ、やんだ、あ、流行っとみたいなぐらいだったから。あ、まあでも確かにそんなにずっと降ってたわけではなかったので。局地的だったのかな。そうかもしれないです。私のところ結構近くに雷落ちて、わあ、初めてあんな近くではっきりした稲妻見たと思って、ちょっと近すぎて音にびっくりしてわーって言っちゃいました。最近ね、あの積雷雲っていうか雷多いよね、はい、多いですね。ちょっと怖いですよね、やっぱり。なんかあの外出るの怖いっていうのもあるし、うんうん、この前ね、なんか数日前かなんか、はいはいはい、流れてきてた画像は、はい、画像ですごかったのが、うん、目の前に雷落ちた人はいや、でもあれ本当に目の前に落ちるんじゃないかって思う時ありますよ。僕はね、想像はしたことあるんで、はい、どうしたら死ぬ、怖えな、早く帰ろうっていう時あるんだけど、はいはいはい、リアルタイム、リアルであんなに目の前で落ちる映像で初めて見たんだなんかその人もなんか、あ、なんか雷を映像で撮ろうとしてたみたいな。で、あのバーってゴロゴロ、あ、鳴ってるなっていう感じで周りやってたら、いきなり目の前でブシャーッて落ちて、ひょーってバターって倒れてる映像見ていや、まあまあまあ、そうなりますよ、っていう場所によっては本当に局地的に大量の雨が降ってるみたいなので、気をつけてくださいね。まあ今年に入ってから思うけど、日本の気候が、夏の気候変わってきてるよね。そんな感じしますね。あの、完全に亜熱帯になってないかそうかもしれない、確かに。ゲリラ豪雨って言うけども、あれスコールじゃねえか。ああ、そうなんですよね。熱帯地方の天気になってきてるよね。激しいですよね。それなんか、あれ、さっきまで太陽出てたよねみたいな。そうそう、山の天気かよっていうぐらいに変わるもんね。あれ、なんか雲出てきたなっていうか、暗くないみたいなえ、ちょっと、って思った次の瞬間ぐらいに、そうそうそう、あのまさしく言葉のごとくバケツをひっくり返した雨が降ってくるっていう。ね、あんときも足止めだもんね。ほんとですね。ちょっと出られないっていう感じもするんだけど、はい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 、まあまあ、あのね、いろいろとその気候とかもね、気をつけながら、はい、気をつけながら。はい、というわけで今回は、はい、今回ははい、はい、まあやれるもんならのコーナーなんですけどもね、なんですけどもね、はい、残念ながらいつもの通り、いやいや、残念ながら今回に限ってはいや、まあまあまあ、皆さんね、8月やっと終わったばっかりですから、なんといっても今日から9月1日、あ、そうだ、今日から9月1日、今日9月1日、今日から9月ですから。そうだそうだ、まあ、皆さん忙しいんですよ ね、夏休み終わったんだね。まだ大学生とかまだなんじゃないですか。あ、そうなのっけ。大学生は長いのか。大学生は、まあ、あの学科によると思いますけど、短大生だったこと全く近くねえんだよね。あ、そうなんですね。私も短大生だったんで、もうなんか夏休みとはぐらいの勢いで。ああ俺大学って結構のんびりできるっていうイメージだったんだけど、まあね、短大で何を言うとるんですか。いや、ダメですって。短大でゆっくりとか、昔から勉強できないだったから短大でゆっくりとか考えちゃダメですから。もう今日ね、もう役者の道目指したかったからね、はいはいはい、もうなのになんか親が大学行け大学行けじゃあもう勉強したくないから短大にするわっつって、試験もすごい楽だったから全く受験勉強しなくて、短大行って、はいはい、まさかあんなに忙しいとは思わなかったな。短大は
やっぱり4年間を2年間でギュッてしてるところもありますからね。なんだろう、4年間あれ短大はなんだろう、2年間でできるようなことをやるんじゃなくて4年間を2年間に詰め込んでんだな、あれは。そうですね、 あれを知らなくて本当に何も考えずに行ったんですね。何の情報もなく、すごいなせめて自分の行くところぐらいはこうオープンキャンパス行くとか、まあ、とにかく俺近い試験勉強しなくていいっていうところだけだったからなんか大変そうです、はい、もうね、そういうのもあるんですけれども、うん、さあさあ、まあ、そんな感じでね、はい、今回は、うん、お便りが届きましたので、こちらご紹介をしていきましょう。はい、コエンタネーム、はい、サバミソさん、はい、こんにちは。はい、みなコエンタの皆さん、こんにちは。こんにちは、はいはい、僕はアニメよりナレーションをメインにできるようになりたいと考えているのですが、珍しい、アニメと違うところ気をつけた方が良いところとかはありますかってことなんですけど。首相な心がけで、まあ、みんな結構やアニメ声優さん、まあ、慣れたになりたいっていう人、うんうん、あんまり最近いねえんだよな。そうですね、やっぱり今人気なのがアニメっていうのもあるんじゃないですか。まあ、うん、日本のアニメっていうのが今大きいですかね。出てみたくても出られねえからな、まあまあそうですね、どこに隙間あんだよっていう感じだもんな、まあ、だからもう回ってくるんです、ナレーションまあでもナレーションもありがたいじゃないですか。まあめっちゃね、うん、前前回の時お話ししたけど、まあ、うん、これがいい。やめてくださーい、お昼です正直ね、拘束時間に比べて、これが良い、うん、まあまああれですよね、この業界時給換算しちゃいけないよっていう話ですよ。そうそう、だから本数換算になるんで、うんうんうん、アニメだったら30分、うん、で30分収録だったら、まあ仮読み合わせとかもありつつ、まあ、うん、数時間は拘束される、うんうんうん、洋画になるとさらにっていう。そうですね、洋画はまあまあ大きいですからね、数日に分けっていう感じになるから、うん、ナレーションは本当にその、うん、まあ大体30秒、1分、はいはいはい、まあ CM だったらね、うんうん、まああと番組だったらもっと長くなる。ああそうですね、うん、確かにものによりますけど、そうそう、まあそこら辺で、うん、まあ数時間で数分やれば、うんうん、結構いいお金になるっていうこともあるんです。そうそうですね、うん、ここだけ下水ですね、彼は。下水ってそういうゲーム。いや、まあ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 、そうですね、人生かかってますからね。お金が大切、お金も大切ですやりたいこともあるんですけども、まずおぜぜがないと僕たちは生きていけません。このご時世お金は大事ですからね。昔はあったな、お金いらないんですけども何でもやらせてくださいって。甘いね、お金はなんぼよすぐ、まあ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 、自分の技術を安売りしたら後で後悔するっていう。そうですね、それはあるかもしれない。まあまあまあ、そんな感じで、うん、ナレーションとアニメで気をつける、うん、ミロちゃんなんかわかる？私ですか？なんか聞いてる限りだと、うん、アニメもやっててナレーションもやってる方っているじゃないですか、うん、有名な人でも、うふろみさんとか、あとか、金曜ロードショー、あれの前のなんかちょっと、そうです、そうです、そうです、なんだか、うさぎみたいななんか喋ってるやつとか、小芝居をそうです、小芝居やってるやつとか聞くと、なんかこうあんまり癖がないのが正解なんだろうなっていうのは感じますね。そうだ、なんか癖を作らない。ナレーションとアニメだとアニメは基本的にやっぱキャラクターありきだったりもするから、うん、で、アニメになってくると映像もあるし、うんうん、でそういうところの情報は結構もうすでに出ちゃってるから、うん、で何アニメの中で何が重要かっていうと、うんうん、感情なんだよ。あー、なるほど、確かに。だそのキャラクターが今何を思って何をしてるのかっていう、うんうん、まあ行動とかは全部映像で出ちゃってるから基本的にやっぱ感情、うんうん、だからまあ声出してりゃいいっていう部分もあるんだけど元気よければ、まあ、そうですね、うん、たまに言いますもんね、映像を邪魔しないようにするのがナレーションとして一番大事っていう方も、そうそうそう、多いですもんね。でナレーションになってくると、まあ物にもよるんだけど基本的になってくるとやっぱ必要なのは、はいはい、一番重要なのは情報になってくる。うんうんうん、そうですね。逆に、はい、そのなんだろう、まあ映像ある時もあるんだけど、はいはいはい、その映像の情報をうまく伝えるっていうのがナレーションになるから、うん、はいはい、だからそうなってくると感情っていうのがたまに邪魔になる時はある、うん、確かにナレーションを聞いててこの人うるさいなって思う人がいたら嫌ですもんね。そうそう、だから基本的になんかハイテンションもそうなんだけどはい、はい、結構ガーって感情に任せて喋ると、うん、ああ喋ってるな、でも内容が一切入ってこないんで、うん、あ、なんか勢いよく喋ってんな、はい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 、
まあ、キャラとして呼ばれてるのは正解なんでしょうけどね、うん、ナレーションでもそのなんていうんですか、お笑い芸人の方とか、そう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 、そのそれこそアニメとして宣伝してほしい人とかだとそのキャラで売ってるんで、そうそう、多少情報入らなくても、あーなんか喋ってる、盛り上がってる、なんか映像見てて、うん、多分なんとかの CM だろうなっていう、うんうんうん、あの喋ってる内容に関してはあんまし確かに、うん、っていう部分もあったりもするんだけど、はいはいはい、まあ、それはキャラナレーションとかあったりするんだけど、うんうんうん、普通のナレーションになってくると、うん、やっぱその情報の、はいはい、伝え方、分析、うん、でそのいろいろ大変なのはその雰囲気に合わせていろいろ変えなきゃいけないっていう部分もあったりもするし、僕はなんかナレーションのお仕事とかもらうときはまず BGM をくれと、はい、あーはいはいはい、なるほど、うん、だからそれによってうんうん、バックに何を BGM に何を流すかっていうのが分かると、うん、はいはい、あ、そうなってくるとこの BGM を邪魔しちゃいけないよ、うまく調和するときためのナレーションっていうのを作んなきゃいけないから、確かに爆音流れてるのにこれからみたいな、そう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 、ふわーってくるとえーってなりますもんね。だから聞いてくると、あ、そっちねっていう時はあるから、かあー、じゃあこのタイプでいこうっていう、危ない危ない、そこら辺もだからまあ感性の話になってくるんだけど、ナレーションつって全部一通りできるわけじゃなくて、うんうん、やっぱその、はいはい、あの雰囲気に、うんうんうん、なんか調和が一番大切なのかなっていう、うん、バランス崩れるとそれこそ聞きにくいっていう部分もあったりもするし、はい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 、名前売れてない部分もあるから、キャラナレーションじゃなくて普通になんか、はい、売れてない人とかが、うんうん、まあ、ナレーションもやったりもするんだけど、そういう時に普通に聞きやすい、はい、あ、なんとかさんが喋ってる、じゃ あの聞こうっていう聞く体制になってない人を聞かせなきゃいけないから、はい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 、そこら辺の導入部分っていうのが難しかったりもするけど、ね、なるほど、アニメよりもしかしたら奥が深いかもしれませんね、考えてみると。本当にナレーションはね、コツさえつかめばいいんだけども、ただやっぱコツをつかんでる人がすごいやっぱうまいから、うん、まあ確かにそうですね、隙間は開かないね、隙間はなかなか開かないですね。だからナレーションのやっぱナレーション業界っていうのは一番ちょっと厳しい部分、はいはい、やっぱ収入もいいから固定になってる部分もあるから、やっぱ一番いいのは企業に取り入るもうそれアニメとナレーションの違いっていうか導入部分になってきますね、それ。まあそれだからナレーションとその違い、まあまあ、アニメの違うと気をつけた方がいいところ取り入る、そうそう、セリフとかもあったりもすると、はいはい、まあ基本的にやっぱさっき言ってたアニメだったら感情でいやいいけども、うんうん、じゃあそのナレーションになってくるとこの文章の中で、はいはい、どれが重要なんだろう、うんうん、何が言いたいんだろうっていう分析から入んなきゃいけないっていう部分、はいはいはい、例えばまあすぐ近くスカイツリーはあるかな、はい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 、だからスカイツリーはとても大きな建物ですっていう言葉だったら、うん、はいはい、まあ、アニメキャラだったらスカイツリーはとっても高い建物だっていうところなんか感情とかで、はいはい、そのキャラクターがどう思ったかっていうところでやって、こういう感情をやるだけでなんとなく雰囲気が出る、確かに、うん、で映像はあるわけだから、はいはいはい、まあ、ラジオとかもラーマとかでもなんかまあ上向いて喋ってる感じとかね、声の方向性とかでその表現とかはできるわけなんだけども、うんうん、でもそれがナレーションになってくると、じゃあ何を伝えなきゃいけないのかって言ったら、うん、大きなスカイツリーは、うん、言ってみりゃ大きな建物と、はいはい、言わなきゃいけないから、じゃあスカイツリーと大きな建物っていうのところにうまく収束するような、うん、言葉のまとめ方をしなきゃいけない、はい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 、だから最初ナレーションとかね、初心者の人って言葉を全部立てちゃう癖がある、はい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 、やっちゃいますね。スカイツリーはとても大きな建物ですっていう、これはねすごいくどくなっちゃう、あー確かに、でも一番重要なのはスカイツリーは大きな建物っていう、うんうんうん、だからそこにスカイツリーが大きな建物に行くためのうまい波を作るっていう、おスカイツリーはとても大きな建物ですっていう、おーなんかすごく声優活動応援っぽい。たまにはそれっぽいことや。すごいなんかっぽいです ね。しょうもないね、雑なね、いつもなんかこの前男2人でね、なんか寂しいキャンプ行ったみたいな話ばっかしだったらね、そうそう、番組の趣旨が違ってしまう。違っていますか。おなんかまともなメールが来たことによりまともな番組らしくなりますちゃんとね、聞くこと聞いてくれれば俺らもちゃんと答えるから、そうですよ、ちゃんと答えますから、来ねえからしょうがねえから雑談するしかないな、ね、キャンプだほいって言いながら、まあまあそんな、まあ、そんな感じだから、まあ人によってもそうだし、うんうん、で作品っていうかね、ナレーションとかだったら、うんうん、バラエティだったらバラエティ、はいはいはい、そうなってくると雰囲気重要になってくるから、うんうん、盛り上げっていう部分、うん、内容とかでもとかよりもなんか喋り方とか、うんうん、調子とかは必要になってくる時もあるし、はいはい、そこら辺はやっぱその出演者とか、うん、ディレクターさんで、その構成の人が何を求めてるかっていうのを、はいはい、聞かなきゃいけないっていう部分もある。
なるほど。なんかこの前僕出たあの歯医者のやつ、はいはい歯医者、はい、あれは僕は最初ねあれ、ちょっと言ったかもしれないけど、はいはい、プロレス実況みたいな感じでやって、まあ、プロレス実況みたいな感じで、ね、そうそう、プロレス実況みたいな感じでやってくれっていうのが、はい、プロレス実況さんを研究して、はいはい、プロレス実況のガチなやつを持ってったの、持ってた、それが違いますねそっちじゃないの、もっともっとね、ハイテンションのやつやってくる、はいはい、とにかく勢いっていう、とにかくそういうこともあるんです、はいはい、内容とかよりもそうそうです、ね、雰囲気盛り上がってます、うん、すごいですっていうところを押したいときは、はいはい、そういうナレーションもありますよ。なるほど、まあまあ、まあ、要望があれば要望を研究しつつ、そうそう、だからもうナレーションとかをうまくなりたいんだったら、うん、もういろんなナレーションを研究すること、うんうん、それこそテレビ CM とかも流れてるし、うん、そうですね、ドキュメンタリーとかはすごく勉強になる、うん、NHK とか結構やってるからね、うん、そうですね、見てみるのもいいかもしれない、いろんな自分が見たいテレビじゃなくってナレーションを聞くために番組を見てみるっていうのも面白いかもしれないですね。そうそう、役者とかね、声優業とかそういう役やってるとね、はいはい、番組とかそういうねドキュメンタリーとかまともに見れねえんだよ。わ か, かります、わかります、わかります。ニュースとか聞いててもちょっと、なんかこういう発音で、この人この BGM と雰囲気にバッチし合うのすげえなっていう、別の意味の雑念が入るんですよね。そうそうそうちょっとどうやってやってんだっていう、この技術を盗もうとして全く何も入ってないね。アナウンサーの人でもすごい、なれあな、なんていうんですか、ニュースナレーションする時と、うん、バラエティの MC してる時の喋り方が違って、でもすごいどっちも違和感がないとか思って、ちょっと情報入ってこないですけど、アナウンサーがね上手くなってきてるからね、声優さんのね、仕事がちょっとなくなった時あるんだよ。なんか怖いですね。前ね、テレ朝とかのボイスオーバーやってた時もあったけど、はいはい、まあ、制作費の問題もあったんだけど、どんどんボイスオーバーの仕事をアナウンサーが全部取ってきちゃったんだ。怖いですね、怯えますね、それは。いや、やらしてくれよ、俺だったらもっとやるぞみたいないや、いらねえんだよ、こんなちょっとのセリフだからみたいな大変ですね、いろいろ。そうそうそう、まあ、そういうのありますからね。はいはいはい、まあ、なんかいろいろちょっと疑問とかね、はい、技術的なものがありましたら、ぜひともまたお寄せください。はい、真面目に答えますよ。真面目です、いつだって真面目ですよ僕たちはね、いつだって真面目ですよ。はい、なんかふざけてるふざけてますけど、ふざけて、いい感じにふざけてるだけですからね。そうです、そうです、それこそもう盛り上げっていう雰囲気を大切にしておりますから大事ですからね、明るい番組を目指しております。はい、ということで、はい、じゃあ、以上フリートークのコーナーでございました。ありがとうございました。はい、では続きましてこちらのコーナーでございます。朗読の部屋、部屋、部屋、部屋はい、というわけでつい言いたくなっちゃいますね。はい、はい、というわけで、こちらのコーナーですね、福、うんうん、娘童話集さんの作品を使いまして僕たちが生で朗読をお届けするコーナーでございます。はい、はい、今回の作品はこちらでございます。どん、日本の昔話、一袋のベイ、違う、米ベイベイ、ちょっと斬新すぎて突っ込めなかったじゃん、ベイ、はい、今なんかコメントが、はいはいはい、珍しいって珍しく番組、ちゃんと番組のタイトルで、僕たちはもうね、役者のことしか考えてない、役のことね、常に技術をどうやって考えるかっていう、なんか私巻き込まれてるけどね、僕たちはって巻き込まあまあまあ、そうですね、いや、そうでしょ、なんか常に、いや、だってもう、いや、なんかビロちゃんとかも羨ましい、なんか結構作品とか楽しむじゃない、もう楽しむときは楽しみます。これね、基本的にね、ここのなんかね、演出ばっかし見てるいや、わかります、そうなるときもあるんで、ね、いや、ちょっと待って、舞台とかもね、まともに見れないんだよ、俺なんか、あ、舞台とか見てて、こう見て、で、はい、作品だったら、いや、ちょっと待って、俺だったらここの配置もうちょっとこうするし、なるほど、ここの表現とかこうするぞっていう感じで、素直に見れないからあんまし舞台見ないんだよ、俺。なるほど、いや、もう私、舞台を誘われたり見に行くときは、うん、一回忘れて静かに見に行くんです。一回全部忘れよう、見終わったら後で考えようと思っちゃうんで、いや、でも良くないのかなと思う、それも最近ね、あれなんで、なんか演出のお仕事とか演技指導とかの仕事とかもちょこちょこ来るから、そこら辺でなんかすっげえ気になるのどうなんですかね、でもこう、なんていうんですか、よく言えば純粋に捉えてるって思われるかもしれないですけど、逆を言えばただ見てるだけになってしまうんではないかと。なんか時々なんかよくあるじゃん、なんかアニメ監督とかがさ、うん、なんか他の作品くさしたりもするじゃない、なんか、いやーみたいな、ちょっと気持ちわかるんだよね、うん、俺だったらこうするねっていう感じの、素直には褒めないんだよ基本的に。なるほど、そうなっちゃうんですね。
あ、ひねくれ、いやひねくれじゃない、いや役者さんそうなっちゃうって、基本的にね、あの声優さんとかね、あの、はいはい、結構ね、あの有名さんとか思ってすごい、あすごいってなってんじゃない、はいはいはい、あれねすげえなと思うんだよ。俺らのところだったら、ね、あれどう思う、いやね、あそこのさ芝居とかってさちょっとどうかと思わなかった、なんか俺らだとこうじゃん、あそれそれそれみたいな、こうするよな、なんであの演出にしてんだ、台無しじゃんみたいな、あそこのシーンがみたいな、すっげえね議論すんの。いやいや役者能って素晴らしいなと思います。めんどくさいんです基本的に。まあまあ 大事なことです、こういうこういう、あ、はい、忘れた、はいはいはい、忘れてますよ、はい、雑談ばっかししてんな、はい、はい、というわけで、はい、じゃあ一袋の米でございます。これはな、あの豊臣秀吉のお話ですね、はい、ではお願いいたします。日本の昔話、一袋の米。ある時、お城に仕えるソロリさんが秀吉公にこんなお願いをしました。私の町は貧しい人が多く、みんな毎日食べるものに困っています。そこで殿様のお情けを持ちまして、紙袋いっぱいほどの米を分けてやりたいと思います。どうぞお許しくださるようお願いいたします。紙袋いっぱいの米じゃと？なんじゃそのぐらい、お前の好きなようにせえ。それが大きな袋でして、たかが紙の袋じゃ、好きなだけ持たせてやれ。はあ、さすがはお情け深いお殿様でございます。町の者もさぞかし喜ぶことでしょう。ソロリはペコペコお辞儀をして、秀吉公の書きつけを押しいただいてお城を下がりました。それから10日ほど経ったある日のことです。殿様大変でございます。と家来が秀吉公のところへ駆けつけてきました。あ、いかがいたした？ちょっとそれがその口では説明しにくいので見てください。あれです。家来が指さす方を見ると、秀吉公の米蔵の中の一つに、それは大きな紙の袋がすっぽりかぶさっています。そして大勢の町人が米蔵からどんどんお米を運び出しているのです。驚いた役人が止めようとすると、あのソロリが殿様の書きつけを見せて役人を下がらせます。殿、あの通りです。あの分ですとかなりたくさんの米が出ていってしまいます。ここは何とかしないと大変なことになります。しかし秀吉公は怒るどころか面白そうに笑いました。なるほど、これは傑作、面白いわい。殿、笑っている場合ではございません。早く止めてくださいますよ。何を噛んでおるのじゃ、まあ容易ではないか。しかしあんなにどっさりのお米を。よいよい、わしはあいつと約束をしたのだ、捨てておけ。それにしてもソロリのやつ、でっかい袋を作ったもんじゃ。次の朝、ソロリがお城にやってきました。殿様、昨日はありがとうございました。よい、礼には及ばん。それにしてもすごい袋を作ったものだ。はい、あれだけで10日ほどもかかりました。いただきました米は荷車で120台分ございました。お約束通り、町の貧しい人たちにこれはお情け深い殿様からのお米だと言って分けてやりました。みんな涙を流して喜んでくれました。殿様、ソロリからもお礼申し上げます。でかした、さすがはソロリじゃ。
じゃが、今回だけで勘弁してくれよ。おしまい。はい、というわけでこれはね、ソロリさんのソロリさん、ソロリと豊臣秀吉の、こう初めて聞いた、こんなエピソードあったんだね。あったんですね。そして私あの説明文のところに目が動揺しちゃって注釈、注釈が長いんであれ今どこに行ったかしらね。書きつけ、江戸時代将軍や老中の命令を伝えた公文書という部分に目が泳いで次のセリフを見失っておりました。ミロちゃん消しとけばよかったですね。いやいやいや、素晴らしい。いかんでしたよ。いや私は隣で聞いてて面白かったです。わー最悪だいやいや、やってて楽しかったよ。わーいわーいって言われたら面白いですね。いやいや、はい、秀吉くんがね、なんか面白い喋りする、うん、面白いですね。やっぱ秀吉なんかね、あの面白おじいさんっていう、おじさんっていう感じがするからな。そうです、なんか面白い話が多いですね、印象的に、ね、ひょうひょうとしてるイメージ、うん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 、だからあのなんだっけ、今アニメでやってたのなんか信長の忍びとか、はい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 、あとなんだっけ、あのこの前やってた大河は、大河の大河、ごめんなさい、今聖護道しか出てない。その前は何でしたっけ、その前、あれ秀吉出てたよ、あれ秀吉出てました、出てたよね、大河ドラマを 見れていなかったあれちょっとなんだっけ、あれと瀬古堂の前って何でしたっけ、何でしたっけ、トラ、あれだよ、あのトラ、トラ、タカトラ、違いますね、あれ、あ、タカトラの前だっけ、タカトラ、名前が出てこない、あれだよ、半沢さんが出てたやつ雑です、半沢さんが出てたやつって雑です。坂井雅人さんが出たやつですか。それ。あれ何でしたっけ。ナオトラ、あれでもナオトラはあれじゃないんですか。あの柴咲コウさんじゃないですか。だよね、そっちだよね。あ、じゃあその前ですね。2個前だ。2個前なんですね。もうあっという間。あの心からの声出てます。真田丸だ。そうです、真田丸。出てこなかった、そうだ、真田幸村だ。あ、そろそろ出てこなかった。タカトラって誰やねん。なんだっけな、俺の中でね、戦国バサラのあのなんか親方様が出ちゃって。あ、なるほどなるほど。違う、お前じゃないね、お前じゃないね、そのサラダマだったのに、お前じゃねえ、違うねなるほどなるほど。そうだそうだ、それね、なんかあれも秀吉で、あれ結構なんか狡猾な部分、なんかひょうひょうとしてるけれども、はいはい、なんかちょっと相手を油断させるためみたいな、裏が結構なんか狡猾な役っていう感じ。はいはいはい、あの時のなんか俺好きだったのなんか加藤、あの清正か、はいはい、あれ結構好きだったけどね。加藤みき感じだった、清正子ですか。あの確かそうだった、あれ熊本城だっけ、あれのですか、ね、あれ時にあの、はいはいはい、一応なんか秀吉の七本槍、うんうん、七本槍か、はいはい、の一人っていうことで、なんかそのいやこんなな、俺たち侍がさ、こう役職とかもらっててもなっていうので、もうちょっとなんかどうなんだろうなみたいなこと言ったら、うんうん、なんかその相手に、じゃあお前その役職返したらどうだ、うん、いやそれはできんな、いや正直なうちのおかんが喜んでんのよ結構ね、やっぱ三谷さんの脚本の中の、はいはい、ちょこちょこ笑わせるのね。さすがですね、笑いを忘れないんですね。あれのねセリフ回しとかね、はいはい、ただあれなんかあの大河っていうよりは本当喜劇に近かったなっていう、すごい見え、確かに見やすかったなと思いましたけどね、はい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 、あ、まあまあちょっと話しつきやすい感じだったんですかね。そうそうそう、はい、大河あんまし見ないですから、ね、仕事見てんの、いや見れてないんですよね、タイミングがいつも悪くて、なんかあれいつの間に終わってるみたいな、なんか気づいたら進んじゃってるみたいなとこあれ、あれどっからやってんの、一番幼少時代かなですかね、なんか結構でも地元鹿児島なんですけど、うん、なんか最後あれ何、西南戦争で終わるの、どこで終わるんでしょうね、今どこまで進んでるんですかね、全然見れてないんですよね。なんか奥さんがもう死去を悟って、なんか旦那さんに死に装束を、結構まあまあしっかり見てるじゃないですか。いやいや、なんかそのエピソードはなんか有名じゃない、まあ、そうだ、結構見てますねしっかり。なんかいや、なんかあのエピソードはなんかちょっとなんか武士の最後みたいな感じで、ちょっとかっこいいなっていう部分もあって、はいはいはい、なんかそれこそね、あの不満のたまった士族たちがね、はいはいはい、なんかあの西郷さんとあのやってるけど、いや西郷さんも絶対無理だろうなって思いつつも最後まで付き合ってくれるっていうね、はいはい、結局死まで付き合ってくれるっていうのはやっぱちょっと日本男児っていうか九州男児というかさ、そうそう、ね、男としてちょっとね、やっぱ死にたくはないけど、死にたくはないけどね、はいはいはい、なんかちょっと理想的な男としての死に様よなっていうところはありますね、うん、
そうですね、死に様、まあ、そうですね、確かに。あ、そう、女性は分かんねえか。そう、ごめんなさい。あ、できれば長生きしていたけれど。あ、なんかあんまそういうのはないのか、女性は死生観とかはあんまし。お、死にたい感ですか？ん？あ、いや、まあ、男性とかは、なんかそれこそ北斗の拳とかもあるんだけど、はいはい、なんか、この、なんか死ぬんだったらこう死にたいみたいなのはあるのよ。あ、どうせだったらなんだろうね、前のめりとか、はい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 、やることやって、それこそ男としての理想はやっぱ我が生涯に一片の悔いなし、あれ聞いたことあるセリフですね。ラの王さんが、ラの王様が、ラの王さんが、ラの王様が言ってるやつですね。そうそう、あれは多分男の理想の一つ、やっぱ自分の中で後悔することはなりようがない。そうですね、俺はもうなんかね、一応やられちゃったけど、はいはい、やることは全部やってみたいな。ないですね、私は。女性はやっぱない、そういうところはないの。女性がないのかな、私がないのかしら、どうなんですかね。珍しいのか、分かんない。なんかね、そういう意見も聞いてみたいな。そうですね、男性女性の感性の意見、こうやって死にたいですか。まあ別に死にたいわけじゃないんだけど、もし死ぬならで、ね、ないっすね。あれじゃない、なんかよく最後に何食いたいぐらいは聞くんだけど、女性だったら、どうせ死ぬなら、女性死ぬなら何とかのスイーツ食ってから死にたいみたいな。あ、ないです。ない、私ないですね。そういえば何ですかね、か考えたことないわけじゃないんですけど、まあその時来たら一回ぐらい楽観的なのかしら。あれ、ないですね。なんか就活じゃないけど、はいはい、死ぬ時の就活じゃないけども、なんか死生観とかね、いつか分かんないから、はいはい、最後どうするかって、まあ一番ナチュラルなやっぱ普通に日常を終えて、うんうん、まあ、お疲れ様で寝て死ぬっていう、ピンピンコロリってやつですね。そうだな、そうですね、一番でも、まあ、まあ確かに、まあ、あのできれば笑顔で死にたいとは思いますね、死って言うなら。そう、最近もうガンで亡くなる方も多いからさ、そうです、ね、苦しむのはちょっと勘弁してくださいっていう、なんかこう穏やかに穏やかに穏やかに終われればいいかなぐらいにしか、眠るように。なんか死の話になっちゃう。いや、まあまあ、まだ全然長生きするので。もうそのつもりですよ、長生きさせていただきますので、そんなことは知ったこっちゃないんですけど。3桁まで行きたいです。そ、貪欲ですね、3桁まで行きたいって。俺将来の夢は不老不死ですから、はい、不老不死は大変だと思いますよ、それはそれで。いやだって、まあ、正直今や、はい、時間がないっていう部分はあるんだけど。あ、まあ確かにそうですね。俺のね、今家に溜まってるゲームの積み上げが100年あたりじゃ多分終わんねえぞあれ。いやいや、仕入れの段ボールいっぱいゲーム積もってんだから、あれや全部やってるんだよ俺。ニートすればもうワンチャンいけるかもしれないですよ。24時間全力ニート、やりたいね。やりたいっすか。嫌ですよ私ニートは。いや、もう俺の中では人生の中で溜まってる本、溜まってる、はいはい、まあ、知識じゃないけども、うん、知らない物語があるっていうのを、はい、許せないから、あ、むさぼって死にたい。そこそのセリフだけはかっこいいんですけどね、なんか不思議な感じですね。まあまあまあ、知ってるような作品知らねえんだぞ俺は。笑われてますけど大丈夫です。はい、このまま進みますよ。はい、はい、続きましてこちらのコーナーです。乙女キュン男子育成計画丸、はい、男の子っぽい。はい、こちらのコーナーですね、乙女心を理解しようとするブタくんが頑張るコーナーです。男の心は突き詰めております。本当ですか。いやいやいや、常に男らしく、男らしく、男、男は男らしく生、はい、きやすけん。はい、今回のお題はこちらです。出るかな。どーん。いや、私が無茶振りしたのがいけなかったんですよ。はい、こちらのコーナーで、はい、お題はこちら、ババン、水着。はい、9月が始まった初日に水着ネタ。いやー、まだね、プールはね、明日までやってるらしいから、ね、あ、そうなんですか。あ、まあそうですよ、土日ですもんね。そうそう、まあこれも書いたのもこの前僕があの予告してましたけど、年前のプール行ったんで、あ、行ったんですか。いや、楽しかったですか。男一人で行くもんじゃねえなって思った。なんで一人で行ったんですか。一人だって使うのよ。いやいや、だから平日しかなかったから。平日だとしても最悪男友達と行けばいいじゃないですか。なんで一人で行くんですか。社会人は使わねえって。俺みたいに自由業じゃねえんだから。確かにそうですけど、なんでよりによって一人で行ったんですか。いや、そんなこと言ったら、いませんでした、一人くらい。ちょっともう、だったらもう一人で、言ってんやろね、一人で全然苦痛にならない男やから。そうですね。
なんか一人で流れるプールをわーって平泳ぎで泳いでウォーターソロでヒャーってめっちゃでも面白いですね、旗から見てると。楽しいんだよ、波のプールでおーボタンってわーって言ってたんですか。もうね、あのね、ぼっちを極めてるのって。いや、なんかぼっち、なんかよくあの世間とかで、なんかぼっちが嫌だ、友達が欲しいっていうやつの気持ちが分かんない。ぼっち最高やん、何でもできるでっていう感じ。しがらみないで、ウォータースライダーだよ、また行こうぜって言って、もういいじゃん、行こう行こうって行けるんだ、自分一人で行けるんだ。でも、あのこう楽しみを共有できる相手がいないんですよ。もうその後 LINE で飛ばすから。すごかった。まああの、つまりは最終的にはぼっちではないってことで。まあその時、まあその時にね、なんか水着とかが、まあ目悪いからさ、こうやってメガネ外しつつ、あの若干ね、あの水中ゴーグルに度合い入れてるから、はい、まあ、そういうのあるんですね。ただね、それを入れないと何も見えないっていう。まあ確かにそれは辛いですね。あ、なんかまあそういうので水着ネタでなんか一本作るか、うんうん、なるほど、うん、なんと、あ、そうですよ、今回はちゃんと投稿あったんですから。そうだ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 、忘れてた。このまま進めちゃダメです、投稿ありましたから。 ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ完全にね、最近ちょっと油断してましたから、油断してました。起きてるよ。ありがとうございます。ありがとうはい、今回はですね、はい、こちら河川さんが、河川さんですね、ご投稿ありがとうございます。こちらご紹介させていただきます、はい、久々のご投稿でございます、はい、どうぞ河川さんのご投稿です。おまその水着って、いいんじゃないかな。バカそんなわけないじゃないか。いや、そのな、あんまりにも似合ってて可愛かったからさ、ちょっと照れちゃってさ。その水着すごく似合ってるよ。それとあんまり他の男には見せたくないかな。これは俺のわがままだけどさ、いいか。ありがとう。はい、というわけで河川さんのご投稿でも、うん、これね、あの、はい、編集してて笑っちゃったの、あの BGM がねぴったりと終わっちゃったからぴったってぴったってスパーン、あ、気持ちいいっていう感じ。素晴らしい尺でした ね、 さすがですね。もう考え抜いた末の、この BGM に合わせたんじゃねえかっていうぐらいに綺麗なぐらいの、さすがでございます。はいはいはい、いや面白い、なんかお宝できたんだなっていう感じだった。声は、まあまあまあそうですね、声はイケメンなんだよね。ただあのどもり具合が、あのさっき言ってた俺のぼっちっぽい。いや、あれですよ、きっとあのボサ髪のメガネで撮ったら超イケメン的な設定の。さすがビロちゃん、分かってんね、女の子の必死ですよ。っていう設定ならなしじゃないですか。この後だってあれですよ、イケメンに昇格する多分最初の最初の方ですから。で、なんかなんて言うんだろう、女の子的にはなんかダイヤの原石磨いてる。はい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 、そういうのでいきましょう。あ、よし、いい、ね、キャラは決まったぞ。え、俺もそっちに行くの。まあ、でも、任せますよ、どうがいいですか。いや、いや、まあ、むしろ浅川さんはどういう設定で作ったのかじゃないですか。俺はなんかやっぱその乙女系じゃないけども、やっぱそのキャラでいくと、はい、やっぱ基本的になんだろう、びっくり、なんか基本的になんかあの乙女系のキャラって驚いても爽やかなんだよね、はいはいはい、というとなんかどもらない。あ、声がね、今のだったらそのいいんじゃないかなじゃなくて、はいはいはい、うちにこもっちゃうでしょ、はい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 、男だったらあのぼっちキャラとか、なるほどなるほど、あのね、女性キャラとか、ね、はい、聞いてもね、はい、全部オープンなんだよね、前に出んの。そうなんですか。ああそうなのか。ああ私女の子いいんじゃないかなっていう感じの、どうもちょっとうろたえてはいるんだけども、自分の意思を出すことは外さないんだよな、隠さないんだよね。だから恥ずかしいけども自分の意思は出す、多分そこが好きなんじゃないか、女性は。そこが二次元との近い違いだぞと感じちゃった。わかるか、あの俺がゲームとかやっててもそういうとこばっかし見るからゲーム楽しめないんだよ、はい、なんで俺はこう感じてしまうんだろうと分析してしまうんだ。そうか、ここだ、キラーそれだっていう感じ。もうね、勝負なんだよな、本当に勝負になる。ゲームしてて勝負になるって斬新ですね。面白いよ、だからなんで俺はここで感動してるんだ。
自分の自己分析を始めてしまうんだ。だからゲームが進まないんだ俺は。ダメ男。道理でゲームに時間がかかるという話を聞いたと思います。あ、言われる、よう言われる。じゃあとりあえずやってみましょうか。じゃあそうですね。じゃあまあオーソドックスにその僕のまあナチュラルなプランで行ってみましょうか。ナチュラルなプランで。はい。じゃあナチュラルなプランで行きます。はい。じゃあ画面お願いいたします。はい。はい、じゃあ BGM お願いします。じゃーん。あ。その水着って、うん、君をびっくりさせようと思ってこっそり買ってたんだ。どう？似合ってる？あ、うん、いいんじゃないかな。なんでちゃんとこっち向いて言ってくれないの？似合ってない？バカ、そんなわけないじゃないか。じゃあなんで？いや、そのあまりにも似合ってて可愛かったからさ、ちょっと照れちゃって。え？あ、そうなんだ。うん、その水着すごく似合ってるよ。うん、ありがとう。それとあんまり他の男には見せたくないかな。これは俺のわがままだけど。はいはい、じゃあ上着を羽織っておきますよ。やきもち焼きの君のためにね。ビロちゃんが意外なキャラできた。あ、そっちかっていう。キャピー、すごい違う、ひどいんですよ。だってこれ原稿送ってきた時にキャピッコでキャピッコって言いました、ね、キャピッコじゃない、違う、俺はギャルっつったんだよ。ギャルはキャピキャ。だってギャルだったら絶対え、そうなんだって照れませんもん。わかんねえ、今あのね、ギャル最近ね、私の思ってるギャルか違うんですかね。ね、どっちかっつったらどういうギャルですか。なんつうんだろうね、結構グイグイくる男っぽいんだよね。女の子なんだけど男っぽい、でもたまに乙女を見せるっていう感じ。おギャル、ちょっとこう色黒系な。ね、今だったらね、ヤングアニマルで言うと、ヤングアニマル、まあ、ピンポイント、はい、ギャルご飯っていうやつがに出てくる女の子とか、あの、とりあえず一回いいですか、音響さん大爆笑っす。わかるかな、わかってますとか、あと、多分ね、ヤングチャンピオンだったかなでやってる安城さんのなんとかっていう漫画とか、なんとかなんとかが気になっちゃって、ちょっとタイトル忘れちゃって、最近ちょっと2巻が出てて、はいはい、あのチラッと読んだんだけど、あれもよかったの。あの基本的になんか勉強ができる、なんかあのちょっとオタっぽいオタメガネな子と、はい、あのギャルがイチャイチャするっていう漫画なんだけど、そこに若干ちょっとヒントは得る。キャピーンとした感じなんですね。これはボサゲバージョンも、ぜひボサゲバージョン、あー浅川さんがですよね、どもりバージョンってことですよね。あーどもりで、あーちょっとやってみるか、うん、キャラの顔が出てこないな。なあ、まあまあどうだろうな、イメージ的には俺はあのボサゲって言って、今ねブリーチのチャドが入ってるの違うか。そっちのボサじゃないと思います。なんかちょっと寡黙な、キョドってる方のボサゲだと思いますっていう。なんでしょう、私の中のギャルがちょっとあれなのかな。いやでもなんかちょっとね、いやミロちゃん多分ね、そこら辺やるとね男心はつかめるよ。ギャル、あのね結構ねキャピッコは多いんだけど、ギャルのなんか若干ねちょっとグイグイ来る男っぽい部分を見せつつも若干乙女っていう部分のその微妙な配合具合。ギャル？お、うす。いやそれこそ俺だって少女漫画読んで勉強したんだから。最近のそのなんだろう、そのイチャイ男の男向けのイチャイチャ漫画っていうのは多分ね勉強になるよ。なるほど、ギャル。そう、ツンデレのなんつうんだろうね、ツンデレっていうよりね、どっちかっていうと素直なんだよね。素直？グイグイ来んの本当に。マジでみたいなギャルではなく、そうなってくるとね嫌悪感の方が、マジウケんだけど何それ超ウケみたいな感じではなく、多分ねそれはね、あの男からしたら腹パンしたくなる。あギャルってこういうんじゃないんです。違う、あれ、いやあのね、あのあれ、それこそね、いやあのね、違う、アニメです、アニメです、なんていうか、はいはい、ファンタジーです、ファンタジーをちょっと混ぜましょう。あの男はね基本的に、あのあそれこそリア充はいいんだけども、こういうのが好きなオタクっていうのは、はい、ファンタジーを求めます、理想を求めます。うん、そこには傾向があります。傾向がある、うん、何の勉強会だろう。はい、言ってあのね、なんて言うんだろうね、とかギャップ萌え、まあ、何回も言ってるけど、うん、ギャップ萌えなの。お、男女問わずみんなギャップ萌えだと、あの、ね、はい、
見た目清楚で超エロい子とか、おお、なるほど、すっごいギャルなんだけど超あのなんかウブだっていう、おお、なるほどなるほど、わかる、めっちゃわかります。だからそれの、それは超わかりますけど、そっちなんだよ。だからそっちのあのさっき言ってたギャルな、あのギャルっぽいんだけど実はウブだから、素直に返されると照れてしまうみたいな。なるほどなるほど、ちょっとグイグイ来るんだけど、あのグイグイと攻め上手受け苦手みたいな。ああ、なるほどなるほど、なんとなく。あ、そうだ、あのさっきなんかちょっと俺 LINE でスタンプ送って、あの防御力ゼロの嫁っていうのが今ツイッターでも、ああ、はいはい、ありましたね。そうそうそう、あんな感じあんな感じ、基本攻めるのよグイグイ。本当だ、頑張ります。頑張ります、はい、うん、あれあれ、うん、もう帰ってみようか。じゃあちょっと、俺オタでやったからね、次オタでやってみるか。じゃあちょっと、じゃあ画面お願いします。もう一回行ってみよう。じゃーん。あ、その水着って、うん、君をびっくりさせようと思ってこっそり買ってたんだ。どう、似合ってる？あ、うん、いいんじゃないかな。なんでちゃんとこっち見て言ってくれないの？似合ってない？バカ、そんなわけないじゃないか。じゃあなんで？いや、そのあんまりにも似合ってて可愛かったからさ、ちょっと照れちゃって。え？そうなんだ。うん、その水着すごく似合ってるよ。うん、ありがとう。それとあんまり他の男には見せたくないかな。これは僕のわがままだけど。はいはい、じゃあ上着を羽織っておきますよ、やきもち焼きの君のためにね。よい、ビローちゃん、それです。よきですか、これですか。その方向、その方向です。よし、何がよしなのかわかんないけど、よし。いや、まあ、イメージは大切ですよ。よし、そうですね。そういうこと、そういうこと、これがあれですよ、アニメとナレーションの違いですよ。だからね、やっぱね、キャラを立たせなきゃいけない。あのね、やっぱ今の旬とかのね、傾向とかってね、すごいやっぱね、調べとった方がいいよ。なんかやっぱ年々変わってくるからね。確かになんか、マイクールなんかこう、違いますもんね。そうそうそう、ブーム、だから、また新たななんていうか、フェチが生まれたりもするから、漫画とかもそうなんだけど、はいはい、だから、なんだろう、その、今人気の漫画とか、うんうん、はいはい、その中でなんかイチャラブと、そう、流行ってるやつとかで、なんとなく、あ、そうか、今の旬ってこれなんだとかね、うん、なるほど。昔はハーレムとかね、グイグイ来るんだけど、今は若干ちょっとひねったりとかね、あしてるし。確かにそうかもしれないですね。やっぱ基本男はね、やっぱ単純だよ。だ、女性はね、なんかいろいろと、なんて言うんだろう、なんだろう、女性はなんかいろいろ傾向があるけど、まあ基本的にイケメンだもんな。まあまあベースはイケメンなんでしょう、ね、基本的にやっぱ顔良ければ、まあ、まあ最低ラインですからね。でも男の人だってやっぱ可愛くないと。まあそうだな、うん、いや、やっぱまず導入は顔なんですよ。そうだな、導入は顔ですよ。何はともあれ導入は顔ですよ。男のフェチはね結構あるね。あ、でも女性もいいのか。なんかね、あのぽっちゃり系が好きとか。いや、あとそのぽっちゃりっていうのも定義が結構幅広いんで、女の子の思ってるぽっちゃりと男の子の思ってるぽっちゃりが違うとか今ネットでめっちゃ話題になってますからね。そうよ、あのね、ダメですよ。ただね、そこの幅もね、やっぱ個人的にここまで許せるっていうラインは結構あるのよ、やっぱね。それ議論しとしたら長いから、ちょっと先にこっちを消化させよう。そうそう、ね、長くなりますか、はい、ちょっと皆さんはあの別にメッセージの方でちょっと議論しといてもいいか、構いませんよ、構いませんよ。はい、じゃ先に続きましてこちらのコーナーです。だ、はい、ーん、あー、まだあっちな、とりあえず、生で、はい、生入ります。とりあえず生で、はい、はい、というわけでこちらのコーナーは番組メンバーが生でボイスドラマを演じてみるコーナーです。はいはいはい、はい、今回の作品はこちらでございます。だよーん、明智黒黒の事件簿13だ。今あ、13だ、字が小さくて見えない。最後のって言っちゃった、最後のつぶやき、あら、ちょっともうまた度が合わなくなってきたかな。はい、前回のですね、事件の、解決編でございます。はい、まあ、ちょっとなかなか強引なトリックでございますけれども。いや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 、それでこそこの黒先生の手に負える品でございますよ。ね、今回もね、あ、ひねりました、頑張りました。はい、はい、では行ってみましょう。はい、では画面お願いいたします。はい、では BGM お願いいたします。マンションの一室で起こった今回の殺人事件、被害者の町田はパソコンでつぶやいたを使っている最中に後ろから撲殺された。
司法解剖に、司法解剖だな。司法解剖です、先生。そうだ、はい。司法解剖によると、死亡推定時刻は19時から21時の間。だが、町田のつぶやいたでの最後のつぶやきが21時頃に、いや違うな、19時から24時だな。24時ですね、そうですね。間違えてるな、これは。先生すまんな、私は完全に素で間違えていた。だが最後のつぶやきが21時頃に行われていたことから、はい、死亡推定時刻が21時から24時の間に絞り込まれた。はい。そして容疑者として浮上したのが町田さんの会社の部下の狩田杉蔵。19時頃に被害者のマンションから出てくるのを住人に目撃されてはいますが、うん、この狩田には21時から翌1時まで完璧なアリバイがあり、つぶやいたのつぶやきの時間を加味すると犯行は不可能。そうだ、被害者はキーボードに手を添えたまま倒れ込んでおり、足元には被害者の携帯が落ちていた。そしてその携帯には21時頃に非通知で1件着信履歴があったんですよね、うん、とりあえず判明してるのはそんなところか。時間の間違いはあったかな。そうですね、台本は直しておこう。かしこまりました。もう少し部屋の中を詳しく見てみるとしよう。何か手がかりを見落としているかもしれん。はい先生。玄関前が少し散らかっているな。犯人が逃走するときにぶつかったかな。いや、何かを探したかのようにも見えるな。これはわずかだが黒いシミが。もしかしてこれは。あ、いた！あ、どうしたんだね、小森くん。あ、すいません。本棚の下を探している最中に本が頭の上に落ちてきちゃいました。なんだ、びっくりさせないでくれたまえ。すみません。あ、いや待てよ。先ほどの黒いシミ、上から落ちてきた。な、もしかして。うわ、どうしたんですか先生。小森くん、至急警察に確認を取ってもらいたいのだが、被害者の右手に軽い打撲跡がなかったかどうかを確認してみてくれ。はい、右手にですか。わかりました。それからしばらくして、先生、今警察から連絡がありまして、確かに先生のおっしゃる通り右手に軽い打撲痕を確認したとのことです。やはりな。これで謎は全て解けたよ。犯人はやはり容疑者の狩田に間違いない。ですが、死亡推定時刻のアリバイはどうすれば。その死亡推定時刻がそもそも勘違いだったのだよ。我々は町田が21時にこのパソコンでつぶやいたに投稿していたということから、投稿していたということからだな。投稿していたということからですね。警察も我々も死亡推定時刻を21時から24時の間に絞ってしまった。はい。だが事実はそうではない。司法解剖の結果通り、やはり町田は19時には死亡していたんだ。町田が19時には死亡していた？ですが、確かにつぶやいたでのつぶやきは21時にこのパソコンから投稿されてます。その時間は狩田は駅前の漫画喫茶にいたわけですし、一体どうやってこのつぶやきが行われたんですか？実に簡単なトリックさ。この殺害現場はおそらく犯人である狩田の手による仕込みだ。自らのアリバイ作りのトリックのためのな。本当の殺害現場はおそらく玄関隅の方にわずかなが血を拭き取った跡が残っていた。は、先ほど先生が見つけていた黒いシミとはそのことだったんですね、うん、犯人である狩田は玄関で町田を殺害した後、被害者をパソコンデスクに座らせ、あたかもパソコンを使用している最中に撲殺されたかのように偽装した。右手をキーボードのエンターキーに添えさせてな。そしてつぶやいたで文章を打ち込み、被害者の携帯を右手に落ちるようにプリンターに立てかけてセットしておく。あとは現場を離れ21時頃に非通知で電話をかければ、バイブ振動で携帯は被害者の右手に落ちてエンターキーが押され、あたかも被害者はまだ生きていたかのように偽装したのだよ。なるほど。でもそんなにうまく落ちるもんでしょうか。だからこそ借りたは何度も実験をして確かめたのだよ、トリックがちゃんとうまく機能するかどうかをな。何度も。あ、被害者の右手の軽い打撲痕というのはそれが原因。うん、携帯といえどもそこそこの重さはあるからな。何度も落としていれば打撲にもなるさ。着信履歴が残っていなかったのは部屋から逃走する前に全て消去しておいたのだろう。だから被害者の携帯には21時頃の非通知の着信履歴しか残っていなかった。なるほど。
至急警察に連絡したまえ。玄関の血痕の確認と、あと通信会社にも確認を取るようにと。被害者の携帯の履歴を消去したとしても通信会社には記録が残っているはずだ。被害者の携帯に狩田の携帯から何度も頻繁にかけられた通信記録かな。わかりました。この明智黒九郎に解けない謎はない。カムがな、おしまい。はい、というわけで、はい、いやーなんかね、言葉がセリフ長くなってくると今どこ読んでんだろうな。4行くらいになってくると一瞬間文字がね、あれ今どこ読んでんだっていう。特にひらがなになってくると分かんない。ひらがな追ってるとき意外と分かんないですよね。いろいろとね、ひらがなでうわーってやってくると、あれってちょっとね、目標を見失う時が恐ろしいことでございます。神々劇場でリアリティあるでしょ。そうです、これが生ですよ。ね、ちょっとね、落ち着いてるようでね、焦ってるから。確かにそうですね。噛みますよ。はい、というわけでまたね、あの新しい事件が、はい、新しい事件、そうですね。何しようかな、はい、今度まあプールとか行ったからプールでなんか起こすか。そうそう、9月に温泉でんじゃないですか。じゃあ温泉か。でもまだ時期的には早くない？まあまあ、確かにちょっと早いかもしれないですね。それもね、9月、はい、一応今日、明日までなんか豊島園あるっていうから。おうおうおう。で、プールのチケットもらってるから行こうかどうしようかっていうのね。ぜひ行ってきてください。またぼっちで。ぼっちで。ちょっとネタ的に面白いんで。休日にね、ナイトプールもあるっていうからね。じゃあ、あのナイトプールって、ナイトプールはあの誰かと行きましょう。もう男の人でもいいんで。いやナイトプールはさすがに一人だと怪しまれますから。いやーね、ちょっと。ホモみたいな感じで獲物を狙うかみたいな。なんかよく言われるもんね、なんか女性アイドル声優とかがさ、ナイトプール行ったら彼氏だろみたいな感じで言われちゃうっていう。ナイトプールはやっぱそういうもんなんだな。行ったことないっす。あ、なんかカップルシートみたいなのがなんかあるんだよ、なんかカップルシート、はーと思って。なんかそんなのあるんですね。そう、レジャーシートがなんかドーム型になってて、はいはい、レジャーシートがドーム型、はい、レジャーシートっていうか、あのなんだっけ、浮き輪みたいな、はい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 、シートがなんかドーム型になってて、でなんて言うんだろう、彼氏となんかカップルで乗ってなんか精霊流しみたいに流れるプール流れるっちゃう。笑っちゃった。なんかそれはそれで面白そうですね。はい。ああでもね、なんかちょっといろいろ、あ、これがナイトプールかと思いつつ、ただね、ナイトプール俺なんかとにかく滑りたいから、はい、あ、やってないんだよね。もうだから行く意味がねえっていう。まあ、確かに夜滑り台はないですもんね。じゃあやっぱり昼行きましょう。昼行きましょう。いや、意外明日あたり頑張って起きて行きましょう。まあ、そうだけど、ただね、あれびっくりしたのがね、俺レジャー施設のプールって行ったことなかったんだけど、はい、テント持ってっていいのかな。へぇ、びっくりした俺。知らないっす。なんかもう最初ね、はいはい、まず豊島園に行ってて、ロッカールーム行って、うん、まずいきなり迷ったのが出口がわかんないっていう。そっからですか。どこだったの。まあ、出てったらずらーってテントあんの。はいはい。日よけなど、まあ一日中いるんだろうね。あー、なるほど、頭いい。これが都会のプールかー、おっかさんみたいな感じだったもん。全力おのぼりさんみたいになってますけど。東京来てからそれこそ十何年行ってるけど、はい、初めて行ったからさ。確かにプール行ってないな。今まで行ったことなかったからね。はいはいはい。で、久々にそのウォータースライダーとか行ったんだけど、はい、まあ、ちょっとなんか栄光盛衰じゃないけどさ、あの景気の悪さを目の当たりにしたね。こう、今スライダーとかがね4つしか稼働してないのね。ただ周囲にはもう滑り台さらに上の方とかもいっぱいあるの。でそこでなんか親子の会話をしてて、ほうほう、ね、昔はね、お母さんが若い頃はね、ここのスライダーとか全部使えてたのよっていう話をして、あ、そうか、経営厳しいって聞いてんもんな、そういうことか。そうそうそう、悲しいところで察するっていう。いやでも他のスライダーとかだから4つしかねえから、まあ並ぶ並ぶ。そうですね、むしろ4つで回らないのがさすが東京だなと思いますね。すごいな。まあちょっとね、どうするかっていうのを、まああとね、それ乗り物券も入ってるからね、うん、ぜひぜひ。いやただあれね、子供向けなんだな、豊島園って。そうなんですか。びっくりした。なんか子供向けの施設しかないし、あとはまあ絶叫マシーンばっかしで、
高いのと速いのダメだからか滑り台よ、滑り台は大丈夫なのに、 あれギリオッケー。なるほど。なんかあの空中ブランコでブワーって回るのがあるじゃん。はいはいはい、もうあれダメ、もう足震えるもん震えるも何も震えてますからね、足強い。つギリ急流滑りぐらいかなっていう感じ。お化け屋敷もちょっと、ね、若干ちょっと勘弁してくださいっていう感じなんでほんとビビりだからねなんでなんで一人でジャプール行ったんすか。やっぱあれはもうだから滑り台、あ、それ行きたかったんですね。いやーやっぱ大きくなってもね、やっぱ長くて速い滑り台って憧れるのね。あ、滑ったりないから、そうそうですね。でもこれいいんですか。あ、そうだ、この前ですね、あの MC あの予告通りやってきましたんで、はい、あの松戸市に行ってきました。これ、はい、ゆるキャラの松田くん、松戸さんでございますね。松田さんだった、かわいいよあとこれがね、あの埼玉県のふっかちゃんの T シャツでございます。はい、というわけで時間でございますけれども、はい、というわけでまた次回、また。